はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はとんでもないニュースが飛び込んで、来たので、今回はね、そちらをね、お送りしていこうと思います。グガジャンのー、ケスケジキクのー、ケスケです。ポン!ということで、何をお送りするかと、言いますとですね、ツイッターの方でね、クラッシュオブクランレジェンドリーグっていうね、ツイッターアカウントがありまして、なんと、トロフィー1万超えのプレイヤーが現れたそうです。これはね、マジでびっくりしたんですけれども、ただね、トロ1万は1万でもちょっと訳ありなね、1万なので、今回ね、そちらのね、トロ1万超えのプレイヤーですね、そちらのね、ツイートと方とかもね、見ていこうと思います。なので、クラクラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいますら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、見ていきましょう。レッツゴーはい。じゃあね、早速ね、そちらのツイートの方ね、見ていこうと思うんですけども、はい、こちらのツイートですね。翻訳すると、は、初めて、10K ですね。10K はね、1万っていう、くらいなんですけども、10K がここにありますと、から215回の攻撃を受けました。91回の防御っていう感じのツイートされてまして、でね、画像ですね、実際にトロ1万超えた方の、はい、アカウント、はい、こちら。1、10、100、1000万、なんと、トロフィー、1万78もあります。これはすごいですよね。すごいですよね。なので、自分で気になってグローバルランキング、見てみようと思います。そうすると、なんと、はい、こちらご覧ください。あれ?トロ1万の人いねえぞと。あれ?最高トロ6500とかじゃねえか。なんだ?これ、あれ?いないぞってなりますよね。これですね、実はですね、はい、こちら、中国のサーバーですね。今年に入って、中国はね、国の法律かなんかによってですね、中国人プレイヤーだけ、別のサーバー、もう中国人プレイヤー専用のサーバーに移されてしまったんですよ。それによって、もう中国人プレイヤーしかいないからなのか、なんなのかで、こんな感じで、今ね、中国のサーバーはね、トロ1万とか、9000とか、8000とかっていう、異常な事態に、なっているんですよ。そしたらね、こっからはですね、クラメンの前回リプレイを見ながらね、この件についていろいろ話していくんですけども、まあ、トロ1万超えたっていうことにまあびっくりしたし、で、かつ、それがね、まあ中国サーバーだっていうのにもびっくりしたんですけど、自分がね、びっくりしたのが、まあ今年になって、中国人プレイヤーたちはもうみんな中国のね、サーバーに、移されてしまって、世界中の人たちと遊べなくなったわけじゃないですか。で、そこで俺思ったのがね、やっぱ中国人プレイヤーとかもうみんなやめちゃうんだろうなとかね、こういうトロ上げのことなんかもうやんなくなるんだろうなとかっていう風に思ってたんですね。なんですけれども、蓋を開けてみたら、こういう風に、まあ、どんな方法でトロ上げたか、まあ、わかりませんよ。憶測にしか過ぎないんですけども、ここまでなんかトロ上げとかで、をやってるプレイヤーがいるんだっていうことに、マジで、まあ、びっくりしましたね。まあ、正直、本当びっくりした。まあでも中国サーバーに移ったからといってゲーム性が変わるわけではないんで、好きな人はやっぱ好きなんでしょうね。で、こういう風に、トロフィーね、1万超えとかね、やったりとかね、するぐらいね、こうなんだろう、好きな人ってやっぱりいるんだなっていう風に思ったので、まあ要するに何が言いたいかっていうと、中国人専用のサーバーになったにもかかわらず、やっぱ全然やってるプレイヤーいるんだなっていうのがね、すごい感心したっていうか、なんというか、ああ、やっぱクラクラ本当、ね、好きな人、本当、好きでやるんだなっていうふうには、ちょっと個人的には思いましたね。まあ、そのトロ上げの方法が、まあ、ね、どんな方法であれ、ああ、なるほど、やっぱ、なんか、中国人だけのサーバーにあったら遊ぶ人は遊ぶんだっていうふうに思いましたね。もしさ、もし自分がよ、日本サーバーだけになったみたいな感じになって遊ぶかって言ったらね、まあ、どうだろうな、世界中のプレイヤーと対戦できる。まあ、どうなんでしょうね。対戦とかも今どうなってんでしょうね、あっちのサーバー。ちょっと今んとこね、トロ上げの方にしか、ちょっと目がいってないんでわかんないんですけども、他のクラン対戦とかもマッチングするのかどうかもわかんないし、大工の拠点の方もマッチングするのかどうかもわかんないし、なんですけども、まあ、プレイヤー層、たくさんプレイヤーいるからマッチングするのかな?どうなんでしょう?まあ、もし、まあ、
もし自分が日本サーバーになったとしても、もし通常のクラン対戦ができる大工の拠点も普通にマッチングね、あの同じ日本人プレイヤー同士対戦できるとかマッチングもできるとかだったら、まあここまで課金して頑張って育成したからね、まあそんな、まあ完全にやめるとまではなりませんかね。まあインは少なくなっちゃいそう、なんかなんとなくな感じ。あ、ただね、他の日本人プレイヤーも辞めるだろうから、そうなった場合、そうしたらまあかそること間違いはないとは思いますけどね。どう思います皆さん、皆さんだったらどうします、こんな事態になったら。でもね、日本もね、一回ね、そういう事態になったことがあって、レイアウトエディター機能ですね。配置をね、こう作り変える機能あるじゃないですか。それがね、一時期ね、グリーっていう日本の会社に訴えられて、で、日本だけそのレイアウトエディター機能がね、一時期なくなったことあったんですよ。ほんと、日本人プレイヤーだけ、なくなったんですよ。日本在住の人たちだけ、なくなって、綺麗になくなって、まあ、逆にそれはそれですごいよなっていう、システムエンジニアとか、すごいなっていうふうには、思うんですけれども、ほんと一時期ね、なくなったことがありまして、で、まあね、裁判とかが終わって、レイアウトエディター機能ね、持ってきたわけなんですけども、まあその時もね、だいぶたくさんのプレイヤー辞めちゃいましたよね。あの、配置編集できないなってっていう感じで、対戦ガチクラももう顔真っ青ですよ。もう本当に、あの時はね、もう検証企画とも何もできなかったんで、マジでね、きつかった覚えがありますね。なんで、そういったね、時代もね、日本はね、実はね、あったので、まあね、結構ね、辞めちゃった人たちいましたもんね。だからね、まあ、日本もね、ゼロとは言い切れませんかね。またね、どっか別の日本会社がね、クラクラ訴えて、日本だけなんか遊べなくなるとかっていうこともあるだろうし、サーバー日本だけ別の、日本だけ専用のサーバーに伝えちゃうということも、ひょっとしたらね、あるかもしれないんでね、何が起こるかわかりませんよね。今年だってね、ロシアのウクライナ侵攻を受けてね、あのスーパーセルはね、スーパーセルのゲーム全部ね、ベラルーシとロシアでの配信はね、一時中止になってますからね、本当に世の中何が起きるか分かんないなって思います。なのでね、まあね、クラクラね、遊べるうちにね、皆さんね、今のうちね、遊んでおきましょう。もうね、本当にね、こんないいゲームなかなかありませんよ。あのね、自分ね、まあ正直に言うとですね、まあいろんなアプリゲーム一応遊んだりするじゃないですか。あのね、スパセルゲーのね、何がすごいかって、まあこの間もね、別の動画でも話したと思うんですけど、あの労働時間が圧倒的に短いんですよ。クラクラなんかトゥルルンドゥ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 ンドゥーンってもう読み込むじゃないですか。他のゲームね、まあね、アップサーバーとかびっくりしてましたね。自分でクラクラがね、あの初めてインストールしたアプリゲームだったんですけど、他のアプリゲームやった時マジでびっくりした。労働時間が長い。もうだって20秒とか30秒とかのゲーム、労働時間が20秒30秒のゲームとか当たり前のようにあるじゃないですか。それがさ、ほんと3秒とかで、3、4秒で、あっという間に読み込むっていうのがね、このね、スパセルゲームのすごいところだなっていうふうに思います。はい、あとね、あ、俺ね、クラクラ好きなところね、あとね、ガチャがないのがいいっすよね。ちゃんと時間確定揃ってれば、ちゃんとね、なんか同じように攻めれる、なんか、運要素がないじゃないですか。こう、ガチャで課金させるみたいな、そういうのがないのがね、個人的にね、好きな、箇所ではありますよね。他のやっぱゲーム、まあブロスターとかクララももちろん面白いんですけど、やっぱガチャって自分のね、こう好きなものが手に入らなかったりするわけじゃないですか。なんですけども、クラクラね、ちゃんと育てたらみんなと同じものが手に入るんで、そこがね、クラクラの俺好きな点かなというふうには思いますね。あとはね、クラクラのね、好きなところはね、考えてから攻めることができるっていうのがいいところですよね。自分ね、将棋とか好きですし、あとはね、カードゲームだったらマジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームが好きなんですけども、そういう考える系のね、ゲーム、あと最近趣味でハマってるアモンガス系のゲーム、アモンガスっていうね、ジノ系のゲームがあるんですけど、考える系のゲーム、好きで、で、キャラクター操作がね、いるゲームがね、得意じゃないですよね。例えばですけど、格闘ゲームとか、マリオカートとか FPS とかね、ずっと操作しなきゃいけないゲームはね、苦手なんですよね。なんですけど、クラクラはね、もう考えてから攻めることができるし、で、かつね、ユニットも出したらさ、そのままでいいんですよ。はい、こういうやつとかもね。次ユニットがどこを動くかっていうのを予想するぐらいなんで、ずっと操作しなくていいっていうのがね、個人的に、クラクラの好きなポイントですね。あとはね、ちっちゃいのがね、わちゃわちゃしてるのがね、可愛くて好きっていうね。
そう、自分結構ね、ミニチュアとか見るの好きなんですよ。ミニチュアとか、あとちっちゃいのがわちゃわちゃしてる、こうなんだろう、シミュレーションゲーム的なものとか、好きなんですよね。なので、そういう面とかもね、好きですね。なので、皆さんもね、クラクラの好きな点ですね。よろしければね、コメントで、教えてくださると嬉しいです。そういうね、いいところがいっぱい詰まってますからね。クラクラなんて世界中で1億ダウンロード以上されてるし、で、親会社のね、テンセント、スーパーセルの親会社のね、中国の大企業のテンセントもね、こう、なんだろう、テンセントの稼ぎにね、協力してくれたゲームね、の一つにクラッシュオブクランね、名前挙げてくださってますからね、本当にいいゲームだなというふうに思います。本当アプリゲームでさ、だってこういう 3D とかだったりしてさ、でユニットの動きとかもさ、こう滑らかで、なんかね、他のね、やっぱゲームとは全然違うなって思いますね。他のゲームね、アプリゲーム、まあいろいろね遊んだことはあるんですけど、やっぱこんだけクオリティ高くないっすもんね。なんか結構ね、チャッチーなーってね、たまにね思ったりすることあるんですよね。はい、ということで今回はですね、ついに、トロフィー、1万超えのプレイヤーが現れた、その真相はっていうね、動画お送りしていきました。いや本当にね、ツイッターで見たけど、もうそんな時代になったのって思ったんですけどね、あ、蓋を開けてみたらね、あ、なるほど、そういうことかっていう風にね、ちょっと納得しましたね。はい、ということで、こういう風にからから動画毎日更新していきますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいますと、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あとは友人やクラミニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。